詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます、こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや本当にもう朝と晩はめちゃくちゃ、寒くなりましたね。本当にいやもう暖房がないと生きていけないみたいな、そんな感じになっております。今日は、今日はですね、奥さんと娘と天気が良かったんで、近くをぐるぐると散歩して、結局、まあ、いろいろ寄り道して1時間ぐらい、散歩したんですけれど、まあ、娘もですね、基本的にはずっと眠っているんでしょうかね。で、だんだん、もぞもぞし始めるんですよ。もう、そろそろ、この抱っこ紐から出たいみたいな。もぞもぞ、手がもき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 し始めたら、いや、そろそろ帰ろうかな、みたいな、そんな感じですけれど。いや、こういうゆっくりした時間が本当に、いや、何よりも幸せだなと感じました。特に何のオチもないんですけど。さて、今日の本題ですけれども、血を這うような声の出し方。こういうテーマでお話ししたいと思います。こちらはですね、YouTube の方で、まやさんから質問をいただきました。いつも本当にありがとうございます。そうですね。血を這うようなあいうえおはどのように出すのでしょうか。と聞こえますが、途中からお腹に力を入れているのでしょうか。あについては人によってはあまり口を開けなくても美しい音が出たりするので、それも不思議に思いますとか、開ける口の大きさなどもヒントをいただけたら嬉しいですという質問がありましたので、それに回答していく形になりますね。メインはこの血を這うような声、他のところで、先生が言ってるかなっていうところはちょっと怪しいんですけれど、基本的に僕が言い出したか、という前提でお話しさせていただきます。そうですね、まず大前提から言うとですね、これはなかなか上級者向けの話をしているなと思っております。まず、腹式呼吸、その喉声じゃない声の出し方を、やった上で、その次のステップみたいな位置づけになっております。なので、なかなか難しいんですよ。今日どういうふうに答えようかなって、だいぶ悩んでいたんですけれど。そして、この血を這うような声の出し方。これはですね、通常通り声を思いっきりお腹で力を込めて出しましょうっていう場合は、この遠くに声を飛ばすようにっていうふうに僕は言ってるんですね。直近だとこの伸びるストレートボールのように、もう斜め上にどこまでも遠くへ、ポーンとボールが、飛んでいく。そういうイメージで声を出すとですね、いい声になるよと、気持ちよく出せるよという話なんですけれども、吟においてはですね、ここからもうさらに、一歩踏み込んだ意味で言うとですね、なんというかな、力強さ、そして、音の安定性ですね、ここをもっと高めていくために血を這うような声の出し方をした方がいいというふうに私は話しております。伸びるストレートボールはですね、もうまさしくそのようにですね、どこまでも若干斜め上にもう勢いが余って上へ上へと声がもしかしたら若干上ずるかもしれないんですね。とは言っても本当にわずかな話ではあるんですけれども、8分の1とか16分の1とかそれぐらいの音のズレを抑えようとした場合に、ですね、そういう時に血を這うような声を出しましょうということになります。それだいぶすいません、もったいぶってしまったんですけれども、やるべき、ことポイントとしては結構意識することばっかりで、恐縮なんですけれども、まずはですね、一つ目は口を開けますよね。口を開けた時の、口の下半分から声が出ている。そして、そこから上には上がらないようなイメージを持つということです。口を開けたら全部そこから音が出るのは当然なんですけれど、そうじゃないんだと。その中の、口の中のさらに下半分から声が出ているんだという、そういう意識を持つんですね。
声で出すと、口でただバーンと出すと、あーあーっていう風になるんですけど、下半分を意識するとですね、あーあーあー、この違い、わかりますか？多分、この音だけでやるの結構難しい気がするんですけれど、まあ、ポイントの二つ目はですね、それを意識すると、下っ腹にこの丹田に力を入れる、この入れ具合がですね、より強まります。よりお腹が疲れます。そうですね、疲れるということ。そして、なんというかな、これもまあ三つ目イメージになるんですが、本当にですね、声がただ伸び伸び出そうとすると、上に上がっていくので、それを一切許さない、下へ下へ押さえつけるんだというイメージを持つんですよ。決して、なんていうかな、ただえぐればいいとかそういう話ではないんですね。おーおーってやったら、必ず血を這うようになるとかそういう話ではないんですね。そして、それはもちろん、あいうえおとか、別の母音になったからといって変わりません。あーいいうーってやったからといって血に這うような感じにはならないんですね。意識の問題で押さえつける、ということで、どうすれば弁声粛々、特に子音のところで来るかな。ちょっと吟じてみますね。地に押さえつけないような吟じ方で言うとこうなります。弁声粛々、まあこれが結構楽な感じで吟じた風になりますかね。これを押さえつけた場合、地を這うような声の場合はこうなります。弁声粛々、この違いわかりますかね。同じ音同じ声量なんですけれども、力のかかり具合が、違うんですよ。そうですね。いや、もっとうまいこといろいろ言わないといけないな。いや、すいませんね、今日ももじゃもじゃしていて、そうですね。あーあーってやると、通常の声の出し方ですとね、唇とかあまり、まあ、ビリビリはしないんですけれど、僕の場合血を這うような声を出そうとすると、あーあーあーそうですね、空気の通り、唇をですね、空気が通っている感じが少し感じるんです。唇、下唇、まあ、口の形によっては上唇もなんですけれど、そこを空気が通っているのを感じます。決してですね、その軽く音を出すんだ、音を出すというよりはですね、息の流れかな、息の流れが少なくとも、口の下半分だけで収まるように、意識するんですよ。いやー、これは今日僕ダメだな。全然うまく話せないな。あーではなくて、あーあーあー、声っていうのは、その空気に、乗って、それが揺れて、音になるわけなんで、元は空気なんですね。空気。気流の流れになるわけですよ。この気流の流れがですね、そもそも、上ついていたら、やはり音も上つくというふうに僕は認識しているので、その体から出てくるこの呼吸、吐いた息ですけれども、それができるだけ口の下半分を通り抜けるように、そして上には上がらないように、いや、というような、そういうイメージを持つんです。ではなくて、下へ下へ、上に上げない、というね、まっすぐ、もしくは、ちょっと、下に、わずかに下に、息が、下がっていく、えぐり込んでいく、そういうイメージで、はーとして、そこに息を乗せる感じですかね。はー、あー、あー、別に、えぐってるわけじゃないんですよ。という、ことで、ちょっと自分も今何話したか、あまり頭の中、記憶が追いついてないんですけれども、そんな感じですね。なので、口の開け方が大きければ、血を這うようになるとか、そういう話ではないんですよ。喉の開け方とか、口の開け方というよりは、意識と、そして、腹式呼吸、丹田への力の込め具合。ただ、この丹田の力の込め具合は、この唇周り、声の出し方を意識すると、自然に固まる
ように僕は今なっています。だから下っ腹に力を入れたら OK かというと、それもちょっと逆転しているような気はするんですけど、まあやってみても悪くはないかもしれないですね。いつも以上にお腹に力を入れるっていうと、でもちょっとそれだと、目的と手段がごっちゃになっていますんで、そう、出したいのは、決して上に上げないんだというこの強い意識ですね。そうということです。まやさん、これ伝わったでしょうか。3割でも伝われば嬉しいんですけれども、そう、まだわからないところがあれば具体的に質問していただけると、追加で答えしようと思います。ということで、こんな感じですね。さて、後半ですね。後半吟じていきたいと思います。後半吟じるのはですね、勝海舟作愚観です。こちら僕大好きな吟でトップ3に入るんですけれども、そう、この地を這うような声の出し方、これを意識したのがですね、この吟なんですよ。初めて意識したのはこの吟なんですよ。詩吟のまあ先生から教わって、いやいや、そんな軽い吟じゃないんだと、もっと下にもっと下に意識するんだ、それを決して緩めないの、みたいな感じでもうひたすら言われるんですね。言われ続ける。でもやはりですね、それを意識すればするほどこの吟が良くなっていくんですよ。重みが深くなっていくんですよ。この勝海舟のどっしりしたこういう重みがですね、少しでも表現できているなというふうに感じたんで、この詩で本当に地を這うような声学びましたので、これを吟じていきたいと思います。じゃあ詩文からさらさらいきますね。愚観勝海舟、古方壁面にひいず、これを見て真を養うべし、上々何事かなさん、時危うくして偉人を思う。ですね。青空にただ一つそびえ抜きんでいている山がある。その山を眺めていると、天から与えられた真の生命が自然に養われるようである。真の生命を養おうとせず、常にあれこれと騒がしくしていて、一体何を成し遂げることができようか。私にはこの重大な時期にあたって真に優れた人物への思いがしきりなのである、ということですね。では、こちら吟じていきます。愚観勝海舟、古方壁面に本当に、そう、ちゃんと力を入れるとですね、疲れるという、なんか当たり前のこと言っちゃったんですけど、そうですね、言葉が少ないんですよ。五言絶句なんですよ。なので本当にこの説調で、力強さをなんとか表現しないといけないんですね。で、出だしですよ。もう聞く古方だけですね。
こほーって、ここでもう、血を這うよ。おーで、さらに主音に落として、おーって、もう、ぼーっと、血を這うんですよね。ここがふわふわーっとやってると、もう、なんと言いますか。もう、銀が台無しになるんですね。こほー、へきりんにってやると、もうダメです。もう重みが全然出なくなってしまうんですね。で、これを見て、真を養うべし。上々ですよ。上々もですね、もうここも高い音なんですけど、それでも血を這うような、決して浮き上がらない、そういう力強い声を出す必要があると思うんですよね。本当にこの詩は、不要なことは一切無駄を省いて、むしろ、言葉少なすぎるんじゃないかっていうぐらいですね、そこになんか凝縮されているんですよ。勝海舟の気持ちがですね、シンプルに、収まっていて、だからこそですね、その力強さを表現するためには、こういう血を這うような声がいるのかなと。まあ、もっと明るい歌とか、爽やかな銀とかで、詩文であれば、また別の銀字型になるかなと思うんですけれども、そう、こういう詩文においてはですね、やはり重厚感、力強さ、そういうものを出すためには、この血を這うような声、大事かなと思います。今日の話、なかなか難しかったかもしれないんですけれど、少しでも伝わりましたら幸いです。コメントや感想など、お待ちしております。リクエストもですね、そう、まだネタ切れし始めてきたんで、こういうの、教えてほしいとか、知りたいとか、まあ、僕の考えが知りたいとか、そういうこともありましたら、ぜひぜひお待ちしております。ではでは、詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。